関東はこの後雨が降り出し、雨具が必要となりそうですね。はいえ。降り出しのタイミングもまもなくということになりそうです。はい、衛星画像、こちらのもまず天気図の方から見ていただきますと、え今日は西の方から前線が近づいてくるといったような状況え。この時間の皆様からの天気報告を見ますと、そろそろえ伊豆、 関東から神奈川方面の一部など雨のパラつきなどの報告もいただいているということになっております、はい、この後の時間ですね10時11時お昼前後の段階で関東方面も雨が降り出すことになりそう西日本ほど強雨といったような恐れはなさそうですがこの雨降り出すと 今日いっぱいずっとと降り続くということになりそうです、はい、お天気アイコンの方で詳しく見てみますと東京方面についてはもこの後から雨がばらつきやすく一旦曇ったとしてもお昼前からしっかり雨が降り続くという状況関東平野の中でも比較的降り出しの遅い関東平野の北東側水戸方面などもお昼過ぎから雨のいうこと、はい、いうことになっております。 激しく降るような雨ではなさそうでしょうかはいそうですねあのただあのしっかりと傘が必要なぐらいの降り方にはなりそうです、うん、はいわかりました今後の雨の降り出しであったり強さについてはウェザーニュースのアプリからもご確認いただけます <music>